ウーベゼーラーはドイツの元同国代表サッカー選手。選手時代のポジションはフォワード。1950年代後半から1970年代のドイツを代表するサッカー選手。小柄で太めな体型からは想像もつかないほどの俊敏さとジャンプ力、ボールの落下点に絶妙に合わせる得点感覚、旺盛な闘争心を持ち合わせていた。現役生活を一貫して、 ハンブルガー SV で過ごし、クラブ史上最も成功した選手であるとともに、シンボル的存在であった。引退後の現在も、ハンブルクでは、うんすうべと親しみを込めて呼ばれている。また2005年8月には、ホームスタジアムの AOL アレナの前に、彼の銅像が建てられた。西ドイツ代表としては4度の FIFA フフワールドカップに、参加し21試合に出場した。 この記録は1998年に同じドイツのローター・マテウスによって塗り替えられるまで世界記録であった。父親のエルビン・ゼーラーと兄のディーター・ゼーラーもハンブルが SV でプレーしたサッカー選手である。孫のレビン・エズトゥナリもサッカー選手でバイエル・レバー・クーゼンに所属している。現役時代のゼーラー・ゼーラーは1946年に9歳の時に ハンブルガー SV の下部組織に入団し、サッカーを学んだ。1953年に18歳で、トップチームへ昇格を果たし、翌1954年の DFB ポカール、タイホルシュタイン・キール戦でデビューを飾り、この試合で4得点を決めた。当時のドイツのサッカー選手の給与水準は低く、トップクラスの選手の中には国外へ活躍の場を求める者も,もいた。 ジェイラーに対しても、イタリアやスペインから高額のオファーが届いたが、現役生活を一貫して、ハンブルガー SV のためにプレーを続けた。ハンブルクではドイツ選手権、優勝1回、DFB ポカール優勝2回に貢献。彼自身も、ブンデスリーガ創設初年度の1963から64シーズンに30得点を挙げ得点王を獲得するなど、 ブンデスリーガ通算239試合に出場し137得点、またヨーロッパのカップ戦において29試合21得点を記録した。これらの活躍からドイツ年間最優秀選手賞を3度受賞した。ゼーラーは1972年に現役を引退したが、1978年にアイルランドのコークセルティック FC の選手として、 公式戦1試合でプレーし2得点を記録した。ゼーラーは選手生活を通じて509試合に出場した。なお、この記録はドイツ歴代最多記録となっている。西ドイツ代表としては1954年10月16日にデビュー。1958年のワールドカップスウェーデン大会3位入賞。1962年のワールドカップチリ大会ベスト8。 1966年のワールドカップイングランド大会準優勝、1970年の FIFA フフワールドカップメキシコ大会3位入賞に貢献した1970年9月に代表からシ退くまで国際 A マッチ72試合に出場し43得点を記録した。また、1962年から1970年の長きにわたって、 西ドイツ代表のキャプテンを務め、引退後の1972年にドイツサッカー協会から二人目のドイツ代表名誉キャプテンに選ばれた。引退後の1995年にフルスであるハンブルガー SV の会長に就任した。しかし、1998年に財政的なスキャンダルが発覚すると、ゼーラー自身は関与していなかったものの責任を問われる形で、 会長職を辞任した。2003年、ハンブルク氏名誉市民賞を受賞した。AB 週刊サッカーマガジン、サッカーマルチ大辞典改訂版、ベースボールマガジン社編。2006年、257から258ページ。ISBN 978から45億8303万8803。ハンバーギ社エローンバーガーブライアングランビル。 決定版ワールドカップ全史創始者1998年ありがとうございます。